こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、ミルウォーキーのパックアウトシリーズ、その中のオーガナイザーシリーズをですね、ご紹介したいと思います。ご存知の方も多いかと思います。ミルウォーキーのパックアウト、ね、連結システムがね、魅力の、はい、パックアウトシリーズの中でもですね、細かい部品、細かい資材などをですね、小分けするのに便利なこのようなね、オーガナイザーシステムがあります。今日はこちらをご紹介したいと思います。いつものように3つのポイントでご紹介しますね。ポイント1つ目、細かいパーツですとか材料をね、小分けするのに便利なオーガナイザーですけれども、このね、小分けの仕方がポイントなんですね。ちょっと中をご紹介しますね。はい、こちらね、ハーフサイズなんですけれども、このように開けるとですね、はい、中にね、このように、はい、小分けのね、ボックスがついてます。はい、そして、小分けのボックスがこう蓋を閉じた時にこうね、混ざらないようにここにしっかりこうね、それぞれこう合うようにですね、ここのね、蓋の形状が見えますでしょうか、ね、こんな感じになってます、ね、しっかりこの中にこう入るようになってます。こんな感じで、ね、ただまあここにもりもり入れてしまいますとこう蓋がこうくぼんでるんで蓋が閉じないことがありますけれども、まあしっかりこう蓋に、中のトレーに蓋がね入り込んで閉じてくれるので、縦にしてもね、横にしても中が混ざらないということですね。ポイント1つ目はですね、小分けのトレーにしっかり蓋が閉じるということです。そしてポイント2つ目、ここにありますようにですね、オーガナイザーシリーズ5種類あります。こちらをね、順番にご紹介します。はい、まず最初はですね、こちら一番薄いロープロファイルタイプのね、オーガナイザーになります。はい、これね、一番薄いタイプです。はい、こちらはですね、はい、こんな感じに、ね、なってます。この中のトレーはね、取り外しができます。そして、仕切り板もですね、6個と、合計12個ついておりますのでね、ここに仕切りをつけて、さらに細かく小分けができるというふうになっております。はい、続いて、こちらまあスタンダードタイプというか真ん中のタイプですね。はい、こちら先ほどのよりちょっとね、厚くなりまして、中身はね、こんな感じです。仕切りのね、大きさはこう一緒ですけれども、ちょっとね深くなってます。はい、こちらはこの中のこう仕切りはついておりませんね。はい、なのでまあこのままちょっとね量のあるものをこう入れていただくのに便利じゃないかなというふうに思います。こちらはね、さっきと同じように取り外しもできます。はい、はい、そして最後こちらディープタイプですね。一番ここね厚みのあるタイプになっております。はい、こちらはですね、今までのとちょっと変わりまして、こんな感じになってます。はい、ここの赤い部分は固定になりますが、ここはね、外すことができます。こちらもね外すことができますので、まあ、ちょっと大きめのものなんかをね、これ外したり、まあ、つけたりして、小分けするのに便利じゃないかなというふうに思います。はい、はい、そしてですね、4つ目、こちらハーフサイズですね。真ん中の厚みのねスタンダードタイプの半分のタイプですね。はい、中身は当然ね、先ほどのと同じような、ね、こんな感じになっております。
はい、そしてこちら、一番薄いロープロファイルのハーフサイズ、こちらも、同じように、はい、5個のね、トレが入っておりまして、仕切り板も6個入っております。はい、いかがでしたでしょうか。このようにね、5種類それぞれの大きさがありますので、使用用途に合わせてお選びいただければなというふうに思います。そして最後3つ目、このハーフサイズなんですけれども、こう、まあ、今までこう厚みがね、3種類ありましたが、それぞれ意味があります。このハーフサイズ、はい、カシャンカシャンとやりまして、ちょうどこのロープロファイルのハーフサイズ、これがですね、2つでこのね、スタンダードの厚みと同じになります。はい、なのでこの上にまた、はい、組み付けることができます。そしてこのタイプなんですけれども、これをですね、3つ、はい、3つつけると、このコンパクトタイプ、これちょっとあのクーラーボックスですけれども、コンパクトタイプと、よいしょ、はい、同じ高さになりますね。もちろん、はい、こんな感じで組み付けられますね。ポイント3つ目はですね、ハーフサイズ組み合わせで、しっかり高さが合わせられるということです。はい、いかがでしたでしょうか。ミルウォーキーのオーガナイザーシリーズ、ね、5種類種類がありまして、いろんな組み合わせもできるというのもね、とても魅力的かと思います。なかなかですね、こちらの5種類揃うということがなくてですね、今回揃いましたので、紹介させていただきました。場合によってはですね、店頭でどれかが欠品してたり、全部欠品してたりするかもしれませんけれども、ある時にね、お買い求めいただければなというふうに思います。こちらの商品はですね、全ての店舗で在庫を置いているわけではございませんが、お取り寄せはできますので、ご希望の場合はですね、お気軽にスタッフにお申し付けください。また通信販売でもご購入できますのでね、よかったらご利用ください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、ミルウォーキーのパックアウトシリーズオーガナイザーでした。